分離ローラーの交換手順。休止ローラーセットにご覧の4つの部品が入っているか確認してください。新しい分離ローラーをご用意ください。交換の際、分離ローラーのグレーのゴム部分にはできるだけ触れないよう作業をお願いいたします。戻るボタンを4秒以上押し、 シャットダウン開始。はい、いいえを表示します。はいの表示で設定ボタンを押します。シャットダウン中ですと表示され、シャットダウン処理が開始されます。電源を切ってください。シャットダウン完了しましたが表示されたら、電源スイッチのオフを押します。トレイの用紙カセットを取り出します。 中の用紙は取り出してください。カセット側にある分離ローラーを交換します。カセット手前にある爪を内側に押してカバーを開けます。分離ローラーを斜め下方向に押し出し取り外します。 新しい分離ローラーにバネを取り付けます分離ローラーのくぼみと用紙カセットの突起の位置を合わせます分離ローラーを用紙カセットに押し付け分離ローラーを手前に押し上げるようにしながら突起をくぼみにはめ込みますカバーを閉じます このとき、分離ローラーが正しくセットされていないとカバーが閉じません。カバーの両側の爪の周辺を押し、爪が確実に用紙カセットに引っかかっていることを確認します。分離ローラーを押して上下に動くことを確かめてください。用紙カセットに用紙をセットし、用紙カセットをプリンターに戻します。 これで作業は完了です。ローラーは、休止ローラーと分離ローラーの両方を交換する必要があります。休止ローラーの交換手順ムービーも合わせてご覧ください。